小高い丘に立つ私立萌木野高校。丘のふもとに普段の通学路とは別に今ではもう使われなくなった一本の弓道があります。弓道の入り口にひっそりと立つのが小野小社と呼ばれる古いお社。それは学校裏に立つお皆社と対になるように建てられたと言われています。そして二つのお社を結ぶ弓道の途中に素敵な言い伝えのある坂があります。運命のその日、桜の舞い散る中で愛を誓い合った二人は永遠に結ばれる。これが萌木野高校に伝わる坂の伝説です。もういいじゃん、高校デビューってやつみんなにバラしちゃおう。いいじゃん、顔も丸くてね、髪も丸くてもうまん丸だね、大福みたいだね。なんでだよマジで、やっぱ人間第一印象大事か。お前何その顔惚れてる、なんか頬赤らない、やばい、連打。おい嘘だろ、サーブ2回失敗したらダメだぞ。おい嘘だろ、サーブだけで負けた。お前ふざけんなよ、お前人の女友達じゃねえよ。なんで？いやそうだよね、だって浴衣着てくるよなだと思った。でも俺ジャージ、くそだ、騙された。え、俺嫌われてる、俺めちゃくちゃ嫌われてる。オリデン、オリデンします。なんと男しかいねえし、お前かよ。うさっ、なんか女っ気のない日常を過ごしてるけど今のところ大丈夫？俺モテなさすぎんか、悲しい。微笑みをください、運命のその日に、思い出の場所で。ときめきメモリアル3始まるよ。どうもパピチンでございます。ときめきメモリアル3やっていきたいと思います。毎回このタイトル噛みそうになるんですが、まあね、頑張ってやっていきたいと思います。サブタイトルが約束のあの場所でということで、まあ例のあれが出てくるんじゃない、伝説のなんちゃらみたいな。去年の夏は、ときめきメモリアル4かな？やったんですけど、まあ、だいぶ遡って、今回2001年のゲーム、ということで、かなり不安なんですけど、何が不安かは、ちょっと後々出てくるかなと思うんですが、まあ、やっていきたいと思います。まずはオプションから。はい、じゃあそれでは、改めまして、ゲームスタート、していきましょう。いやー、楽しみだな。久しぶりのギャルゲーなんでね。最初からじゃあデータを作りましょうか。出た、フルネームシステムだね。あ、漢字も使えるんだ、すごいね。じゃあここはまあいつも通り、いつも通りっていうかあれか、俺がパピリチンタ名乗ってったのは去年の今頃だもんね。もうね、僕も VTuber なんでフルネームがようやくできたということで、あんまりなんか嘘つくと勘違いされそうだからやめとこう、 VTuber じゃないです。はい、じゃあ名前はパピネチンタでいきたいと思います。じゃあ、あだ名も教えてくれる？あだ名もあんのこれ。え、どうする、チン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 とかダメ。はい、じゃあパピチンでいきましょう。まあフルネームからあだ名取ること多いだろうから、まあ上と下を取ってね。てかもともと俺がこの名前なんだけど、逆パターン、逆言うのやからね、パピネチンタってまあこれでいっていきましょう。誕生日は、7月の22ですね。カニ座で、血液型は O 型でございます。めちゃくちゃカニに刺されます。これでいいかな？はい、カニ座なんで。何 ?EVS って。EVS を作成しますか？もう作成しましょう。あれか？ん？何これ？
ごめんなさい。EVS 調べます。はい、調べてきました。EVS とはですね、エモーショナルボイスシステムの略称でして、ときメモ2から、採用されたシステム。キャラが主人公の名前を呼んでくれるシステムだそうです。あ、これね、4の時あったんだけど、なんかネット回線使わなきゃダメだよみたいな言われて、できなかったシステムですね。これまあ、ときメモシリーズの、まあ、おなじみっちゃおなじみなのかな。画期的なシステムなんですけど、これどうすればいいんだろう。とりあえずこのままでいいかな、名字、名前。なんか細かなイントネーション的なのを、こういうちっちゃいあとか使ってやるのかな。田中とか、タピネーみたいな。EVS をこの呼び方で作成します。やってみましょうか。面白いね、これね。楽しみだ。来た！ EVS の作成が終了しました。はい。来たー。俺はパピニチンタ。今日から晴れて、ここ私立萌木の高校の生徒だ。これ自動なんだ。私立萌木の高校は俺の住む萌木の市の北東にある小高い丘の上に立っていて。歴史は古いながらも自由な校風で人気の高い高校だ。萌木のなんだ。まあそれはそうとして、今は何はともあれこの学校に無事入学できて最高の気分ってところかな。これからの高校生活はいろんなことがあると思うけど、勉強にスポーツに友達作り、そしてもちろんコインも精一杯悔いのない3年間送るぞ。めちゃくちゃ色とりどりな髪色してるね。大体みんな黒だけどね、高校だったら。ん？あれかな？いつも幼馴染が起こしてくれるパターンなんじゃないの？ったく、うるせえな。クソ鬼伝してくるんだか。あ、結構なんか、いい部屋だね。オーディオもあって、モニターもあって。気持ちのいい朝だな。昨日の入学式が長引いたな。どうして偉い人って話が長いんだろう。よし、今日からいよいよ本格的に高校生活始まるんだよな。何事も最初が肝心だし、今日は失敗のないようにしなくちゃな。それじゃ、行ってきまーす。ときメモシリーズやったことない人に説明すると、4月から高校3年間ですね、なんか自分の魅力とかを上げていって、まあその辺はチュートリアでやるか。上げていって、まあいろんな女の子を攻略していくっていうゲームです。登校初日か。やっと俺も高校生になったんだよな。なんだか急に大人になった気分だ。見慣れた招待会もいつもと違って見えるよ。高校生活楽しくなるといいなぁ。あ、そういえば萌木の高校には不思議な伝説があったよな。来た。学校へと続く、振動のふもとから弓道に入ると、その途中に伝説の坂と呼ばれる場所があって、そうなんですよね。今回は木じゃなくて坂なんですよね。そこで結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれるとか、永遠に、か。例えば小さい頃に行ったきりだよな。どんなところだっけな。俺もなんか高校生とかになるとさ、こういう繁華街みたいな通るのかなと思ったけど、全然そんなことなかったわ。クソ田舎道というか、もう本当に川沿い、ずっとチャリこいでるだけだったから、あんまり面白くない。投稿でしたね。学校へと続く振動のふもと。確かここら辺だったよな。なんか、イニシャル D とかやってそうな。あれじゃない？急坂というか、カーブじゃない？あ、これだ。脇道か。この切り道から、伝説の坂に行けるんだよな。憧れるね、こういうのね。よし、高校生活の初日を気にして撮ってみるか。おのこ社か。この子、ヤシロ。しかし、随分と古いヤシロだよな。先行ってみよう。いいよね、こういう風情があるの。空気美味しそう。なんか、グラフィックがさ、めっちゃ良くない？ちょっと水彩っていうか、なんか、なんだろう。いい。言葉が出なかった。絵画みたいじゃない？めっちゃ繰り返すけど。どんだけ上見てんだ、こいつ。来た。これが坂？思ったより短くね？この距離だろ？うわぁ、綺麗だな。お、誰かいる。いるけど、マジ短い。満開の桜だ。こんな数歩で終わるやん。でも通るか通らないかの問題だからね。伝説は。
おー、なかなかいいグラフィックじゃないか。運命のその日、桜の舞い散る中で愛を誓い会った二人は、永遠に結ばれる。やだ、俺これからあいつらに恋すんのか。やだってめちゃくちゃ失礼。第一印象は良くないんですけどね、このゲームね、 3D のなんだろう限界というか、2001年当時にしてはだいぶ最先端の 3D だったらしいんですけど、今の技術からするとね、まあ、だいぶ古臭いなと思うわけですけども、まあ、なかなか味のあるゲームなんじゃないかなと。これから始まる高校3年間、少しも不安もあるけど、みんなの楽しく過ごしたいなと思います。よろしくお願いします。同じような顔が、一斉にこっち見ると怖いね。ふぅ、自己紹介ってすごく緊張するな。それにしても、伝説の坂で見かけた女の子、可愛かったな。名前ぐらい聞いとけば。本当に可愛かったか？我ながら悔やまれる。あの。ん？あ、ごめん、ぼーっとしてて。ほら、私、小学校も中学校も一緒だった、牧原ゆき子。ゆき子ちゃん、声は可愛いね。え、牧原さん？そっか、わからなくても当然だよね。あまりお話ししたことなかったし。牧原。大丈夫だよな、覚醒剤とかやってるな。小学校の頃、男の子にからかわれているところを助けてくれたんだけど、覚えてる？出た、王道パターンね、牧原。そういえばそうだ、思い出した、そんなこともあったっけ。うん、意外とでもさ、表情はすごい可愛くない？牧原さん、確かこう。お酒だったんだけど、あっさり切っちゃった。あ、そうなんだ。いいじゃん、高校デビューってやつ、みんなにバラし合おう。そっか、通りで。あの、ひょっとしてこれ変かな。いいじゃん、顔も丸くてね、髪も丸くて、もうまん丸だね、大福みたいだね。いや、そんなことないよ、よく似合ってるよ。どうしたの？よろしくね。ところで、部活動はもう決めた？私、野球部のマネージャーやろうと。おめえが野球部やのか。いや、マジか。野球か。うん。よかったら、一緒に見に行かない？おめえ、あれだろ？どうせ彼氏作りたいから野球部のマネージャーになるんだろ？野球部のマネージャーになるってことはそういうことがあるな。すげえ偏見。もう少し考えてから決めようかな。それじゃあ、びっくりしたな。牧原さんとは小学校、中学校もずっと一緒だったけど、ほとんど一緒に残ってなかったし、地味系女子だったんだな。お前、ゆき子ちゃんの知り合い？おめえ、友達もこういう感じだろ。てか、お前、硬いよくね？でかくね？怖いんだけど、なんだか慣れ慣れしいやつだな。バッチグーで可愛いよな。このクラスの中では、ダントツで1位って。あれで？お前、中世の貴族みたいな顔してんね、お前ね。知ってるって言っても実は大した話ないんだよね。大した話したことないんだよね。役に立たねえやつ。こいつ。無駄な努力を。キャラ濃くないみんな。どうしらとり、お前もゆきこちゃん狙いか？狙い？失礼な発言はよしてくれたまえ。女性は追いかけるのではない。後を追わせるものだ。そう、俺の魅力を持ってすれば造作もない。お前 BGM いいな、かっけえな。君大丈夫？うひー、
やばい。あぶね。ちょっとね、甘噛み実況してる時もそうだったんですけど、相変わらず PS2 の調子がちょっと悪いので、若干ね、画面にね、ノイズが走ったりするかもしれません。ご了承ください。当たり前のことを言わないでくれたまえ。そこの、誰だったかな？カピネだよ。チンタ。ああ。カピネチンタ。どうでもいいことに貴重な記憶力を割くのは、俺の趣味ではない。とにかく、この白鳥まさきと張り合おうなんて、無駄なことは考えない方が。所詮、レベルが違うのだよ。笑い方癖ありすぎだろ。やべえ、冷圧が効いた。危ね。でも悪いやつじゃないぜ。慣れてくるとなかなか面白いしね。ああ、何だったんだ一体。ちなみに俺はやべ、やべタクオってんだ。ま、3年間よろしくな。じゃやべタクな、お前は。まあ旅は道連れ、世は情けってね。仲良くやろうよ。じゃまたな。これ知ってる言葉どんどん使ってくるやつはめんどくせえから気をつけろ。白鳥今先に、やべたくか。個性的なやつだったな。なんだか疲れたしもう帰ろう。お、君はあの時のあの坂の上だった美え少女。どうかしました？お嬢様系か。いやほら君今朝学校裏の坂にいたような。ええ、確かにいましたわ。これあれなのかな、お嬢様学校なのかな。ここ結構あれなんじゃない、敷居が高いんじゃない。やっぱり俺パピネチンだってんだ。あ、やっぱり俺パピネチンだってんだ。君のお名は？私、おだまりですわ。おだまり。おだまりやんけ。おださんか。それで私に何か用があるのかしら。いや、あの時名前を聞けなかったから今聞いておきたいと思って。そう、用はそれだけかしら。まあ、品があっていいんじゃない。うん、それだけなんだ。はは。たかがその程度のことでこの私を呼び止めるなんて本当に失礼なことですね。クルド、殿下の宝刀、おだまり。ごめんなさい、そんなに怒らなくても。おだまりのおだまりだ。気をつけてくださる？では失礼。え、言わないの？おださんか、なんかきつい子だな。入学早々伝説の坂で会うなんてなんとなく運命的なものを感じたんだけど、俺の思い込みだったのかな。ま、何はともあれ明日から頑張るぞ。来た、文系理系芸術運動。若干ね、ボイス上げたいなと思いまして、その辺調整していきましょう。はい、じゃあ、気を取り直してやっていきたいと思います。まずは、まあ、ときメモのシステムですね。文系、理系、芸術、運動。これらが僕のステータスになるので、これらを上げて、まあ、特定の、値まで行くと、多分イベント発生したりみたいな。その分野に特化した女の子に出会えるんじゃないかなと思うんで、まずは、文系、理系、芸術、運動か。まずはね、多分、運動会とか、体育祭みたいなのがあるんで、運動上げてきますか？やっぱ、運動のできる男は、まあ、高校まではモテる。はず。あ、結構イケメンじゃない？俺。ビジュアル。あ、出た、おだまりさん。今帰り？あら。何のつもりかしら。あまり気安く声をかけないでほしいわ。失礼。なんで、ただ声かけただけなのに。あ、ね、これ声かけ続けることによって、みたいなのあるから。出た。いや、見てたよ。だいぶ言われたね。え？すごい美人だけど、気強いからね、マリちゃんは。僕も最初はガツンと言われたよ。こういう系が落ちた時に結構強いんだって。え、やべたく、彼女のこと詳しいの？え？演劇部の小田マリさん。演劇か。やば。親は有名女優、父親は映画監督のバリバリのお嬢様だよ。へー。親が親だし、将来は女優になるって噂だぜ。でも本気で女優を目指すなら、こんな普通の高校に来ることないと思うけどな。それじゃ、僕、女の子と待ち合わせしてるから。お前意外とモテるんか？どうせあれだろう、なんか、萌え系のビジュアルフィギュアとか持ってきてんだろう。おろし屋さんって、あ、じゃあ、小田さんってそんなに有名人だったんだ。知らなかったな。あれか、平日は一週間の目標決められるんだよね。一人で帰るのもなんだから誰か誘って帰ろうかな。いや、いきなり小田さんとか行けないだろう。
マッキー行ってみる。マッキー、マッキーなんか好印象だったし、ちょうどいいところに牧原さんやってきたぞ。一応知り合いだからね。あ、パピネくん、どうしたの？もちろん、もう一回言ってほしいよ、今。パピネくん。あ、そういうイントネーションなんだね。パピネじゃないんだな。あ、そうそう、パピネくん。最近、ちょっとたくましくなってきたよね。女の子の中じゃ。うん、評判いいよ。うん、ありがとう。ところで、よかったら、もうちょっとなんか自然なイントネーションで言ってくれないかな。いいよ、一緒に帰りましょう。でもこれすごい技術だよね、当時にしては。槙原さんをデートに誘ってみる？いきなりすぎるな。まあでもする。ところでやっぱグイグイ行く男の方がやっぱね、やっぱ4月始まり、まだスタートダッシュ誰も決めてないうちに俺が突っ切っていくことによって先手を取る。あー、なるほど、休日デートか。なんか18日なんかあるね。ここまで見れないのか。じゃあ、とりあえず、13日。明日。明日でいいですか。金のかかんないところがいいよな、最初は。経営線。まあ、河川敷とかいいんじゃない ?4 月13日に河川敷公園行かない？うん、いいよ。いいね、ちょろいね。まだね、気持ってないから、向こうも。うん、わかったわ。だんだんと好意をアピールしていこう。今日の予定、槙原さんとデート行きましょう。こう着替えようか。あー、装備とかもあるんだ。でも初回にしては結構持ってる方じゃない？いや、ここおしゃれしていきたいね。まずはやっぱ男と言ったら麦わら帽子でしょ。やっぱみんなルフィに憧れてるから、麦わら帽子に白シャツじゃない？白シャツ。で、ジーパンでしょ、これ。いいじゃない？これ。もうジーパンでいいや、ジーパン。シューズは、サンダルとかにするか。夏らしくていいじゃん。春だけど。こんな感じ。まずはちょっと、第一印象は、最悪にしとくわけよ。で、ハードルが上がるから、最初からおしゃれしていくと、だんだん次会う時って、だんだんハードル上がっていっちゃうから、今日はどの服着ていくんだろうみたいな。なんかすげえ Windows みたいな T シャツだな、これ。じゃ、Windows T シャツに麦わら帽子でいこう。パピネくん。パピネくん。槙原さん。すげえ可愛いじゃん、私服。だってこの子だって高校デビューしてるわけだから、慣れてるでしょ。一緒に歩く人のことも少しは考えてくれると。うん。嬉しいな。だから、その、ごめんね。なんでよ、いいじゃん、麦わら帽子。ダメなの？槙原さん？この格好もなんかまずかったのかな。え、もうこっからもシーズン始まってんの？マジかよ。じゃあ、マジでちょっと気をつけよ、その辺。そういうこともあるんだな。よかった、好きな人じゃなくて。じゃあ一旦、何すればいいんだろう。趣味、理系予習、文系予習。あー、文系理系で分かれんのか、ここは。あと、休養もあるね。休養は多分体力が減ってきたから、減ってきてからでいいと思うので、趣味ちょっと見てみるか。なにこれ、カタログ？結構なんかやること多そうじゃない？あ、料理とかもできんじゃん。料理入門雑誌とかやってみていい？やっぱ料理のできる男は強いからね。料理全般の話題が身についた。やっぱこの時代さ、共働きだから、ね、奥さんだけに料理させるわけにもいかないじゃん。さらに運動を入れると。料理ができて運動ができれば、もう勉強なんていらなくない？根性も鍛えられるのか。さらに、じゃもう趣味系走るか。ただね、これ、ね、そうなんだよ、思い出した。高校卒業してから、なんか大学があるんですよ。大学に入れるんですよ。で、一流大学、二流大学とかあるから、ある程度の大学には行きたいよな。そこそこ。もう料理系、ちょっと極めていくか。お菓子作り、でも、この辺のクッキー、ケーキとかは別に作れなくていいんだよ。お、ポテチ作れる男は強いぞ。俺お菓子作れるんだって。まあ、揚げて塩振るだけだと思うけどね。で、さらに趣味に、ぼっとしていくと。やべ、デートの約束がないから暇だ。休日ポテチ作ることしかできねえ。ポテチを作った失敗した。なんで？失敗作。最悪。さらに運動を上げていくと。もう体育祭いつなんだ？やっぱ偏ったステータスの方が。
あれなんじゃない?スタートダッシュは決めやすいんじゃないの?ふう、走った後は風が気持ちいいな。お、来たんじゃない?これ運動着だから。おはようございます。剣道部じゃないの?これ。え、あ、お、おはよう。それでは、失礼します。礼儀正しくていいね。あ、はい。今まで出会った女の子はね、全員礼儀がなってなかったからな。でも朝から挨拶してもらえるなんてなんだか爽やかな気分だな。出会い、お、もうレベル4だ。うわー、でも、牧原と小田しかいねえ。ちょっと、牧原さん、もう一回、ビートしない?じゃあ次、おしゃれしていくから。牧原さん。あ、パピネくん。ほんと、どうしたの?もう一回俺とデートしてよ。あ、そうそう。何?そっちから?パピネくん。はい。最近、ちょっとたくましくなってきたよね。でしょ?女の子の中じゃ。うん、評判いいよ。いいじゃん、もう4月後半にしてもう評判いいって。うん、ありがとう。ところでよかったら一緒に帰らない?うん、いいよ。よしよしよし。一緒に帰りましょう。爆弾システムとかあんのかな?あるよな、多分。じゃあ、まあ今週末でしょ。次は、じゃあ、もう一回リベンジしよう、河川敷公園。次はさ、ちょっと動きやすい格好し、いや、まあ動きやすかったけど、あれは。もっといい格好してくるから。ごめんなさい。ああ、嘘だろ。ちょっと用事があって。トラウマになってるって。そっか、残念だな。マジか、また趣味に没頭するの?パート1にしてちょっと、あれなんじゃない?幸先が不安すぎない?愛情弁当とか作れるようになる?いや、でもここは女の子に作らせたよな。ゲームとかもいけるか?運動できてゲームもできたら、もう陰と陽を合わせ持つものになれる気がする。ゲーム攻略本?ゲームカタログ?いや、カタログいこうか。オタク女子とも付き合いがある運動できる男子みたいな目指していきたいね。一緒にモンハンやろうぜ俺と。ゲーム攻略も絶対今あれだったわ。コナミのゲームだからさ、なんかもっとパワープロとかにすればよかった。チョイス間違えた今。まだ趣味?そろそろ俺勉強しないとやばいんじゃないの?さすがに勉強しようぜ。文系行くか。予習しといて。予習ってこれ何なんだろうね。次のこの文系の勉強上がりやすくなるとかそういう感じ?やってみようか。でも趣味はさ、休日しかできないから。結構大事なんじゃないの?さて帰ろうかな。そこにいるのは牧原さん。お、まさか。あ、パピネくん。いや、今度こそデートしようよ。今日はなんでだよ、マジで。急いで帰らなきゃ。やっぱ人間第一印象大事か。ちょ、俺また誘ってくれたら嬉しいな。だったら俺の第一印象ひどいけどな。おめえらのビジュアル最悪だぞ。やっかりだな。まださ、男の 3D の方がいい気がするんだが。じゃあちょっと文系極めていこうか。で、アクションシューティングゲーム。あ、恋愛 SLG だって、シミュレーションゲーム。購入しようぜ。恋愛 SLG ゲームについて身についた。これがどっかで役に立つかなんだよな。まだ休養いらないから、さらに、ゲームに没頭すると、ときめもします。まだできるね。5月6日。3連休なのか、今週。うわぁ、マジか。振り返り休日だ。デートしたかったなぁ。攻略済み SLG のゲームを入手した。はぁ。なるほど、こう、話題増やせるんだな、趣味は。じゃあ、文献ちょっと上げましょう。また新キャラ来た。帰国子女かな?え?あ、私、日本人です。それめちゃめちゃ日本語やん。お、関西人なのか、お前。関西弁?結構英語の成績がええって聞いたから声かけてみたんやけど。うん、マジか。ちょっとがっかりやな。今見捨てた?
いいじゃん、ちょっとさ、なんか、あれじゃない？ユーモアがある男の子って感じに見られたかったんだけどな。英語ができるやつ探して、なんか、なんだ今のは。ああいう系結構、なんかルー大柴みたいにめんどくさそうだから、まあいいや。ちょいちょい英語挟んでくるとイラってくるからね。人と会話してんのに。じゃ、理系も行ってみる？一応じゃああれなのかな？英語は文系に該当してんのかな？言語だから。で、理系も増やしてって、多分7月末ぐらいにはテストがあるんじゃない？あ！おや、下駄箱の陰に誰かいる。これオタク女子じゃねえか。ピンク髪だぞ。しかも学校にカメラ持ち込んでる。あれ、なんだったの今のは。僕、ピンク髪には目がないんで、今のところ、第一印象としては、なくはない。あ、今日は体育祭だ。来た。この磨かれた筋肉で。いけるんじゃないか。よし、優勝目指して頑張るぞ。さて、どの競技に出ようかな。めちゃくちゃさ、この、絵だとスタイルいいのにさ、いざ 3D で出てこられると、ちょっとなんか身構えちゃうな。いや、サボるは選択肢ないんで、二人三脚100メートル。やっぱ二人三脚でしょ、ここは。女の子と組もうぜ。おめえかよ。どうやら一緒の組になったようだね。くれぐれも、足手まといにならないよう気をつけてくれたまえ。まあ、そこはちょっと配慮してんのかな、学校側も。男女は組ませないみたいな。ただいまより。来た。パートナーの掛け声に合わせて L1、R1。交互に押すと走れます。掛け声に合わせるんでしょ？ボタンを強く押すと加速しやすい。なるほど。息を合わせないと転んでしまうので気をつけよう。転んだ時は L1 と R1 ボタン連打すると起き上がれる。OK？ ちゃんとしてくれよ。なんだっけ、白鳥？そう？誰だっけ？よーい。せーの。1、2、1、2。これ合ってる ?1、2、1、2。あ、いいんじゃない？強く押してる。強く押そう。はい。転ぶなよ。お前、何その顔。惚れてる？ほう、あからやべ。やべ、連打。もう一回。せーの。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。なんか、ほう、あからめてんだけど、こいつ。しかも何カメ。そんなカメラいたかいるかいな。俺のおかげだな。これが実力と思うよ。あ、あいつら、女の子と組んでる。ふざけんな。ポピネ君。お、来たんじゃねえの。すごかったね。トップだもん。見直しちゃった。おめでとう。本当、じゃあ俺が、私服ダサいこと言わないんでね、誰にも。うん、ありがとう。なんだか出るよな。そして今年の体育祭は終了した。ああ、なかなかいいんじゃない？じゃ今回は一回ここまでにして、僕的には、ヒロイン全部出揃ってから、どのヒロインを攻略していくか決めたいので、まあ、まずは適当に無難に上げてって、なんかどれかに特化していこうかなと。そういう作戦でいきたいと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。